本日はお休みにもかかわらず朝からこのようにたくさんの方に集まっていただきましてありがとうございます。本日のこの会の進行を務めさせていただきます県教組荘園地区支部の小松と申します。よろしくお願いいたします。今週の木曜日に私は児童会を子どもたちとしてたんですけれども、そして窓の外にヘリコプターの音がしまして、最初はドクターヘリかなと思ったんですが、子どもが先生あれ自衛隊のヘリだよねなんて話をしてくれました。見たら3台飛んでいたんですけれども、そのこと話していたらその子は今日のこのお祭りに、行くと、俺は反対に行くんだよって話したんですけれども、そしたら、先生反対に行くのマジでなんて話をしてて、いやちょっと戦争のさ、そういったことをするとかこう武器をね触るとかってよくないと思うんだよって言ったら、その子は僕は去りたいというふうに言ってるわけです。子どもたちにとってそういった戦争とか武器とかがこう身近になっていくっていうことが非常に怖いなというふうに思うわけです。戦争に子どもたちが行かないように行かせないようにまた声を上げていかなければならないなというふうに思っております。では、ただいまから、陸上自衛隊松本駐屯地隊艦隊、長野研修会を始めます。よろしくお願いします。では、主催者代表挨拶、県連絡会議の、共同代表浜文友が申し上げます。よろしくお願いいたします。皆さんおはようございます、ただいまご紹介をいただきました県労組会議で、共同代表を使っております浜と申します。よろしくお願いしたいと思います。本日はですね、自衛隊松本駐屯地祭りの反対集会にですね、お集まりいただきまして誠に、ありがとうございます。私たちはですね、この自衛隊祭り、市民が開かれた、市民に開かれた祭りということで、市民の皆さん、また今言われましたように子どもたち、これがですね、模擬戦闘訓練、また武器の展示、そして、触っていくというような、武器に触れるというようなですね、このそういった内容にですね、反対をしていくということで、集まっていただきました。それを、抗議要請をですね、また回数行ったところでございますけれども、今日はですね、その自衛隊を取り囲みながら反対運動をしていきたいなというふうに思っております。今国会ではない破棄したと言われ続けてきました防衛省のをはじめとした各省庁のですね、日報保管文書がですね、次々に明るみに出ております。今まで隠蔽をしてきた約1万5000ページにも及ぶ陸自のイラクの派遣部隊日報ですね、この中にはですね、戦闘という文字が何か所も出てきているということでございます。政府とこの防衛省の関係、そういったもの、答弁の違いということではですね、本当に言われているようにシビリアンコントロールができてないんじゃないかなというふうに考えているところでございます。また先日ですけれど、やはりこれもですね、防衛省の幕僚幹部がですね、民主党の議員に、暴言、罵声を吐いたということでございます。お前たちは国民の敵だと、こういった発言は許されるものではないというふうに思っています。一歩間違えば、自衛隊の銃口は私たち国民の方に向かってんじゃないのかなというふうにも思われます。私は非常に恐怖を感じた発言ではないのかなというふうに思っております。子どもたちに武器を見せ、戦争をゲーム感覚のようにイメージさせるこの自衛隊祭りに反対の声を上げていきたいというふうに思っているところでございます。本日はよろしくお願いしたいと思います。簡単でございますけれども、ご挨拶に返させていただきたいと思います。ありがとうございました。